こんにちは、にじこです。ドコモのフューチャープロジェクトっていうね、若者がいろんな思い思いにね、風さんのグレースからインスピレーションを受けてムービーを作ったっていうプロジェクトのね、ちょっと感動秘話がありましてですね、見つけちゃったんですよ、ツイッターでね。でこれぜひシェアしたいと思って、でここでちょっと使ってるこの写真はドコモさんのお写真なので、ダメだったらまたちょっと削除しますけども、あまりにね素敵な表情の風さんなのでちょっと使わせていただきました。はい、2000件の応募があったそうですね。でその中で選ばれたお一人、青空トランペットふみやさん、中学2年生だそうで、そのふみやさんのねコメントがツイッターに載ってたんですよ。事務局の方に伺ったのですが、僕たち参加者一人一人にぎっしりのメッセージ、こちら風さんが自主的に書かれて当日ご持参されたそうです。で涙のマークでね、印刷された修了証が別であったので本当ならそちらを渡す予定だったとか、メッセージ嬉しくて見つめている僕ですっていうことでね、嬉しそうに見つめてるふみやさんの写真が載ってました。このツイッターはお母様が管理されてるということなんですけども、いやーなんか手書きでぎっしり書かれてるなーっていうのは修了証のね動画で見て分かったんですけれども、私2個前だったかな、配信で紹介してますけども、そちらでねうわーなんかぎっしり手書きで書かれてるなと思ったんですけども、あれを風さんが自主的に用意されてたんですね。本当は修了証は印刷であったのに、いやなんかもしかしてあのフレームも風さんが用意されたんでしょうか。なんか手作りっぽいなっていう感じはしたんですよね。本当にぎっしり書かれてましたよね。それは嬉しいですよね。でもそこまでされるっていうムービーも1回じゃなくて2回も3回も見てるっていう風にね司会の方おっしゃられてたけど、そんな時間がいつあったんだろうっていうのも思ったし、そしてお一人お一人にあれだけのコメントを書くってことは本当にちゃんと見てないと、ちゃんと感じてないと書けないじゃないですか。なんて真摯にこう向かっていかれたんだろうと思ってね、またそこにも私は胸を打たれましたね。そして参加の皆さんはどんなに嬉しかったかと思ってね、もう本当にこの参加者さんたちはこれで人生変わっちゃうんじゃないかっていうぐらい、そんな大きな出来事だったんじゃないかと思いますね。やっぱり作ったことの喜びと、そして風さんからの評価っていうか、そのコメントをもらえるっていうことと、しかもそこまでのちゃんとさらっと見ただけじゃなくてじっくり ご覧になってね、風さんが、そしてその感想をなんか丁寧にいただくって、こんなに嬉しいことないですよね。なんかそこまで自分の作品を見てくれた、認められたっていうこの思いは大きな自信になると思うんですよ。だから絶対これからの人生にものすごいパワーをもらったと思いますね、参加者の皆さんたち。本当にすごい、もう すごいことされたなと思いますね。でこのふみやさんはあれですよ、名古屋のね今度のライブが当たったそうですよ。親子席が初めてなので楽しみですって、グレース早く聞きたいってね、よかったですね。でそうこれね、その2000件の応募の中であれ何人選ばれたんですかね、そんなにいませんでしたもんね。それで選ばれた時に最初はお断りしてっておっしゃったそうでね、お母様に。でも選ばれなかった人の分まで頑張ろうって思い直して作ったっていうことですね。撮影道具はね、事務局からドコモさんの iPhone と iPad Air、この2つだけ渡されて、
それで iMovie で編集して作ったそうですよ。もうすごいすごいですよね。でドコモフューチャープロジェクト、プロジェクト総括ムービーっていうね、 YouTube に動画が上がってるんですよ。概要欄に貼ってあるんでね、その様子もちょっとご覧になっていただくと、またなんかその若者たちのね、なんていうのかな、こうワクワクした思いっていうのが伝わってきてね、なんかこちらもなんかワクワクしてきちゃうみたいな、うん、そんな気分になれます。本当全作品見たいですね。うん、なんかもう本当にすごいね。これドコモさんが企画されて、それを風さんにオファーしたってことだと思うんですけど、ドコモさんも素晴らしい企画をね考えられたなと思うし、そして風さんっていうのがまたうってつけっていうか、うん、もうすぐにきっと快諾されたでしょうね。若者を応援したい風さんですからね。日産スタジアムのフリーライブには若者を呼びたかったんですよね、無料で。うん、だから本当に若者の応援をできて風さんも嬉しかったでしょうし、その若者の皆さんたちも本当に風さんからのエールをもらって嬉しかったでしょうね。うん、なんかそういう様子を感じてみて、見て感じて、私もすごく嬉しい思いになりました。未来は明るいなって思ってね。うん、はい。なのでちょっとね、そのなんかツイッター界隈あんまりね、いい話を聞かなかったりもね、ちょっと前したので、なんかちょっと嬉しいなと思ってね、ぜひ皆さんにもシェアしたいと思って、ちょっとお話ししてみました。うん、ふみやさんのねツイッターアカウントもちょっと載せておきますのでね、よかったら見てみて、いいねをしてあげたらいいんじゃないかなと思います。もしかしたら他の参加者の方もいっぱいツイートされてるかもしれませんから、ちょっと私まだそこまで見切れてないのでわからないんですけど、応援したいですよね。はい、ということでちょっとそんなお話をしてみました。はい、ありがとうございました。ではまた。